全員で出てると本当に手間だね。確かに。でもまだ見てない人がほとんどかな。アーカイブ6日に上がるらしい。そうそう、ね、アーカイブが、ね、あるから。先生ありがとうございます。お疲れ様みんな。お疲れ。もうさ、私昨日とかもうずっと寝てたんですよ。めっちゃ最高じゃ ん正月って寝るため の, その初詣行ったじゃないですか、うん、一緒に、うん、であの日がもう朝は、ね、あの日まず寝たのが10時半ぐらいで、私朝のもう帰ったのが、ね、朝の10時半ぐらいで、そっから夕方ぐらいまでずっと寝てて、うん、で一回ご飯で起きて、うん、またずっと寝てて、うん、だからもう一生寝てたんですよ正月。寝すぎて逆にさ体体調はそうだから重くなくない体が。そう、喋れるか心配だった。というか踊れるか心配でした。大丈夫だった？そう、大丈夫、大丈夫だった。わかる。あの日で狂ってどうにかして戻そうとしたけど、あの日でね、なんかね、おかしかった。まあ大晦日だからね。大晦日一緒に過ごしたね、やっぱり。確かに。しかもみんなで初詣。楽しかった。かわいすぎる。かなまも。みんなでかなまもを買いました。知ってます？かなまも。あれめっちゃ可愛かった。お守りを。薄い薄い薄いお守りをえ、でもあれめっちゃ可愛い。そう、めっちゃ可愛いよね。私結構すごいおしゃれ。4回ぐらい買ったことある。あれ、あ、そうなの、うん、なんか入れやすい財布とかに。確かに。来年も返しに行こうね、みんなで。え、あの守り一緒に行きましょうね。先生ありがとう。ありがとう、お疲れ。ニットカーチーありがとう。でもこれさ、みんなに炭治郎って言われたんだよね。確かになんか色あせた炭治郎みたいな。そう、可愛くない？可愛い。でもどこの？え、でもジュエティ？あ、ジュエティやな、その色合いは。いただいたものなんですよ。うん。そう。確かに。これ翔さんに可愛いって言われた。しかも今の髪色にも合ってます。完璧です。でも私明日暗くします。最近暗いのハマってる、ね、ハマってます。なんか去年がなんかずっと明るかったんで、うん、めっちゃ明るかった。私は暗く行こうと思って。暗くしてもどうせさや落ちるもんね。そう、楽しめるね、ちゃんと。本当にそう。私なかなか落ちない今回。明るくならなくない？めっちゃいい色じゃないですか。え、ほんまに？かわいい。プリンが目立たない色ではある。ちょうどいい色。あ、ちょっと映り込んでます。あれ？映り込み。テレビ？テレビじゃない。おじいちゃん、おじいちゃん。テレビ。おじいちゃんだ。なんちゃん。食べないでこれ。なんちゃん。あのね、男の人は出ちゃダメ。なんちゃん。これね、あのレイナのお仕事なの。うん。で配信してるの。レイナっていうの？うん。うん。多いね。おじいちゃん覚えてない？多いじゃん。孫の名前忘れちゃって。っていう茶番をしてます。いや、ごめんね、なんか両足踏んだわわかる。なんか、なんか踏まれた。異質なやつでやっちゃった。なんか踏まれたけど、まあ、全然痛くなかったっていう。すいません、今取り乱してしまって、うん、白いおじいちゃんが通りました。あのおじいちゃん本当に白くて羨ましい。こんばんは、続々と皆さん告知してないから。ツイッターで宣伝してみよう。これなんか教えてもらったんだよね。え、さっきしたんじゃないの？また応募でした。あ、そっか。私もしよう。見つけた。おじいちゃん。見つけた。見つけちゃったんだ。は。してみた。見つけた。見つけた。夢。おじいちゃんも配信しちゃうかな。おじいちゃんの配信みんな見てくれるかな。おじいちゃんだよ。チョコミント。都市初公演。タンタン炭治郎、タンタン炭治郎、タンタン炭治郎、タンタン炭治郎。おい、イエイ。てか今日ね、今やばいって聞こえた。消えちゃった配信。え？これスライドして。珍しい髪の毛でしょ。高さは足りない。高さ出ししますか？高さ出し、長さ。ごめんよ、切れちゃって。ごめんね。あ、これとか。あ、素晴らしいですね。すごいしっかり。素晴らしい高さ出し。重くないですか？重いですね、結構。何それ。重いよ。ございます。重いよ。絶対に絶対開いちゃダメな資料。開いたらあかん資料。あかんよ。を土台にします。はい、大事な資料がね、すごい。え、絶対 A 型でしょ、このまとめてくれてる人。確かに素晴らしい。え、すごい、この NGT にこんな綺麗にまとめてくれる人いたんだ。すごい、確かに。こんばんは。始まりました。お腹すいたから食べる。あ、絶対こんなにあったら使ってない充電器あるよね。あるある。
打ち合わせもなくできるのすごい。確かにこういうのをさ、ちょっと改めて話すとはずいと思うけど、こういうの何もさ、うん、話さずに始められるのってすごくない？そのおじいちゃんとかさ言って、あ、茶番で、ね、茶番でそれってマジお互いのこと知ってなきゃいけないよね。確かになんか散歩中のおじいちゃんに見えてきた夢にしては髪の毛かわいすぎ、美白のおじいちゃんやな。おじいちゃんって呼ばれて、おじいちゃんウサギになっちゃった。おじいちゃんウサギになっちゃった。おじいちゃんウサギどうかな。でもこんなことしてるけど、夢今日こんなことしてるけど、多分夢今日自分が一番可愛いと思ってる日だと思う。でしょ？だって何その髪型？ウサギ、ウサギぴょん、夢ぴょん。夢ぴょんでしょ？だって書き初めにも夢ぴょんって書いてたよ。うちもぴょんって書いた。今日鏡見て、鏡見た後に私の手前あって、さすがに可愛すぎる。言わんといて。でも私もマジで可愛いって思ってたから、ありがとう。何も言えなかった、わかるって。さすがに可愛すぎるよね。さすがに可愛すぎるよ。さすがに可愛すぎる。だから可愛い感じでいきな。ありがとう、うん、さすがに可愛すぎるスタンプ欲しいな。そんなのお前に置きたい。さすがに可愛すぎるみたいな。確かにずっと持っておきたい。自分で作んな。こうやって出す。さすがに可愛すぎる。さすがに可愛すぎる。新春公演ありがとうございました。新春公演でした。うん。楽しかったね。楽しかった。世にも奇妙な。でもあれ赤べ残んないかな。うん。残んないか。うん、奇妙な MC だったね。うん、あれカットされるかってこと？うん。されないかな。されないじゃない、あれは。ああいうのされないよね、意外と。変なこと言ってるわけじゃないし。奇妙なアーカイブ残るといいな。かわいい、ありがとうございます。ちょっとね、新年早々ね、やらかしましたね。やらかしてたね。6日に上がるので。6日に上がる。これめっちゃうまそうやん。何それ。なんでこんなの隠し持ってんの。食べちゃおう。おっさんじゃないんですか。クリームが飛び出た。これもう見せたら証拠になっちゃうから食べれない。これなくなったらショールーム探索されるかもしれない。食べたの誰だ。ティッシュ、あ、ウェッキーがある。あ、いいウェッキー、うん。今日の楽屋のイベントはお正月仕様でしたか。全然てかお腹空いたんだけど、去年ともう最後の日と同じメニューぐらい、卒業公演と同じラインナップだった。ラインナップでした。全然美味しかったですけど。全然美味しい、めっちゃ美味しい。何でも美味しいんだけど、お腹すいたね。お腹すいた。ご飯行こう。どうしよう。この3人でここでいいよ。今約束した。じゃあラブラ集合で。ここラブラ、ここラブラね、ここラブラ、ここラブラよ。ここでパーティー始めちゃう。おー、乾杯。乾杯。ピーケー食べないでくださいって書いてあるかな。誤って飲まないように注意してくださいぐらいでしょ。書いてないよ。マジ？うん。じゃあいけるじゃん。いける。1,2,3,4,5,6。炭酸めちゃ味。そう。でも私炭酸あんま飲まないけど、これは好きなんだよね。7。小池は好き。洋服についたら落ちませんって書いてある。最低。恐ろしすぎ。恐ろしい。イフザインク。コミュース先生ありがとうございます。コンタクトウィズコーチ。いいな、終わっちゃった。お菓子パーティー、皆さんお腹すいたってなった時にお菓子じゃないで。わかる。ごめん。違う自分の話だから。あの夢はさ、それいつお腹すいたらさ、お菓子でもご飯でも関係なくさ、うん、じゃあ私絶対お菓子食べれないでね。ごめん。違う、これ食べるからね。ね、怒られる。誰の、そしてマジで誰の。でもね、絶対このパソコンの人。
あと2個あった。私もよろしくお願いします。だから多分食べても補充すれば大丈夫。確かにあっちのやつはここに、うん、お邪魔します。バレたかと思ったね。やば、私のスマホさすがにないんじゃない。さすがにここにあるかな。ここ来たの。ここ来たの。ここ来たの。私のスマホここ来た。ない、誰か持ってっちゃったね。え、ここ来たの。ここ来たことあるの今日絶対ない、絶対ない。ここなんかワンちゃんこのメンツだったら隠してるから。やばい疑われてるんだけど。ほんとにスマホないんだけど。どうしよう、このメンツやばいでしょ。ひろちゃんがなくすの珍しくない。確かに。このメンツに私に入れられたんだけど。おいこのメンツならワンちゃん隠しそうって。なんだと思われてん。隠しそうって思ってくるって。めっちゃ面白すぎる。わかる。探しに来たんじゃなくて。新年早々隠してるでしょって。しかも隠してないし。一緒にさ、一緒にさ、お墓じゃない、間違えた。お参りじゃなくて参拝、崇拝、参拝。参拝行った中なのにそれ、そうやって疑われてさ。疑われたんだけど。涙だよ。花束ありがとうございます。え、そして夢は優しいね、言ってあげて。でも無言で出てたよ、うん、無言で自分のルームをさ映ってあげないと。映ってあげよう。夢の優しさと私の優しさがこう掛け合わさって、今優しさの連鎖が起きております。優しさの重さ、みんな聞いてください。優しさの重さ。ちょっと歌えないです。ちょっと歌えないいろいろ奥さん。誰か電話してあげたのかな。夢が言ってんじゃね。あ、でも携帯ここにある。携帯ある人が。あ、習字、絶対習字ではないでしょ。あ、こんなところにこれね。あ、すいません、ここスタッフさんルームなんです。すいません、お疲れ様です。あった？ない。聞いてください。無言で出てきたでしょ。何？聞いてください。会議が持って帰ったの。え？じゃガチで結ばれてた。ガチの話じゃん。ガチじゃん。怖っ。え？めっちゃおもろい。ねえひなちゃん。ねえ。かわいそうだけどさ、謝って。ガチで飛んだ。でもマジでかわいそう。大丈夫？いいなぁ。はりちゃんもすごい。うちらじゃないよ。うちらじゃ。かいりだって。かいり今大慌てだろうね。気づいてないかもしれない。多分目つぶって。ちょっと待って。ちょっと待って。これ誰の？ひなちゃんの。ひなちゃんの。今のスマホかいりが持ってった。やばいよ。なんかやばい話だよそれ。それどうやって分かったの？え、なんか電話かけてってマリナさんが。うん、でしたらなんかみんなが捜索してる間にカイリが一人で喋っててここら辺で、うん、も誰も携帯見てないから、うん、マリナさんなんか一人で、うん、ってめっちゃ叫んでて、うん、夢がうるさいなって思う。おもろすぎるんだけど。じゃあ充電器いいえ、うん、充電器持ってくる、ごめんなさい、うん、切れちゃった。あ、映ってる映ってる。あ、映ってる映ってる。チラ見しちゃった。チラ見された。これじゃあこれきジャポンジャポンジャポン、うん、いつ確かに帰りもう今年の懺悔できたね。えそれな、油断しないとかさ怪しいで言ってたのにさもうさダメじゃん。だから帰りの書き初め油断大敵って書いてあったけどかっすれてたもん ね。今一緒に飲んで一緒に飲み終わった、うん、合わせてみた。そういうこと。ミラーリング効果。そう、つなげてたよ。ありがとう。おもろい話してくれて大爆笑だよ。一日使って充電なくなる。マジで14充電なくなる。わかるわかる。14なのにもっと頑張って。ハントありがとうございます。イカスミに見える。誰の話。誰かイカスミに見られてる。これじゃない。あ、そんな時のコメント。めっちゃコメントしただった。
怖い話やな、ね、面白いわ、怖いね、怖すぎる。カエルちゃんは本物だよ、あれは本物やな、雑誌拝見しました、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。油断大敵じゃんって今言ってた、今何的、油断大敵じゃんダメやん、早速ダメやん、油断してたな、どうやって持って帰るんだろう。え、でもさ、なんかさ、衣装部屋でさ、え、この携帯誰のみたいな、なんか持ってたんだけど、この携帯誰のって言ってんの聞いた、カイが、うん、その話絶対持って帰ったじゃん、それな、怖い、誰のって自分で気づいてた多分。なんかさ、黒い透明のカバーで丸いシールついてる、うん、水色の、すごい、あ、じゃあ違う、怖い、カイリ、なんかいろんな人の携帯持って、怖い、カイリって携帯についてくるんだよ、自分の携帯分かってないんじゃない確かにちょっと可愛い、ありがとう、髪型可愛い、わかる、ありがとう、髪型可愛いよね、わ かる、さすがに可愛い、さすがに可愛い、やろう、え、今度のリバイバルで一緒にやろう、え、いいの、え、やろう、やる、崩れないか、でもすごいね、全然崩れないの、え、すごい、怖い、これ一生ほどかっていくの、え、わかる、今このまま寝る、今日このままドライヤー、今年1年それでええんちゃう、そうだよ、耳生えちゃいました、耳生えちゃいました、だから可愛すぎてどうしよう、なんか言って、あ、ダメ、ごめんごめん、コメント見ようじゃん、当たり前すぎてスルーしてたどうしようね、これ本当に世界に発信したい、世の中の女子は全員これやるべき、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめんだね、感じで、うん、本当にそう思う、マジありがとう、可愛い、ありがとうございます、じゃあこの後 TikTok 撮ろう、いいよ、チュどうやってやんの、教えて、今は教えて、可愛い、可愛くて、あ、知らんやつや、これ知らんやつ、生まれて来ちゃってごめん、絶対合ってる、あざとくて、あざとくてわかんない、あざとくてごめん来ちゃってごめん、あざとくてごめん、なんだっけさ、その次の歌詞、なんだっけ、可愛い、ありがとう、可愛ければ何でもいいですかね、可愛い、ありがとう、あ、ムカついちゃう、あ、それ2番だな、ムカついちゃう、寝ざま、あ、わかる、今時すごい、わかる、JK ですか、1番、一旅教えて、結婚して、ありがとう、似合う、フレームレート制限するとバッテリーの持ちよくなるって、うん、何フレームレートって教えてください、何フレームレートって、フレームレート教えて、教えてください、私たち今分かる、必要としてます、分かる、今14から降格しようか悩んでるぐらいバッテリーの減りが、マジ分かる、マジ分かる、13、12の方やくらい、絶対そう、画質もいいし普通に、マジ、うん、高いし、買ったのにな、本当に充電の減りが早い、ヘイヘイ、ディズニー行ってもモバイルバッテリー必要なぐらい、分かる、ディズニーのモバイルバッテリーさ、持たないためにさ、分かる、14にしたんだよ、分かる、それ基準で14にした、分かる分かる、ね、14ダメなんだ、設定アクセシビリティ動作 OK、 スクショ、何それ、ナイスナイス、あのグループ送った、いいよ、 OK、 あけめぐみ、配信よくするメンバーの3分の1そな、どんどん増えてってる、分かる、多分半年後には全員いるね、え、あけめぐみの最初はクリスマス組、メリクリ組、メリクリ組で、メリクリ組で新年会じゃなくて、最初5人だった、最初5人、初期メンバー5人、初期メンバー5人で、その後日野入ってきて、ミハル入ってきて、増えたよね、次来るの誰だと思う、え、次節分だっけ、次節分なんなの、鬼役スカートしよう、次節分会ってことは鬼、どういうこと、節分会、節分配信、恵方巻き食べるの、何、あ、豆巻くの、そうするの、鬼は外、福は内、誰やろな、次、ね、青とか、青鬼、青だわ、青じゃない、青だ、鬼決まった、嬉しい、あの鬼のさ、うんうん、着ぐるみ着て、何も言わずに招待しよう、うん、そうだね、青鬼、いいね、青よろしくねって、当日スケジュール送って、お疲れ様ですって、何月何日何時から何時確かに、それ青にしよう、鬼、
そうだね、青に豆投げるのそれのためにグループ招待するのかわいそう。うわ、赤鬼帰り、確かに。あ、いいね、帰りと青。 JKT48 って言われてる。 No No NGT48 新潟、新潟、ジャパン、ジャパニーズ、ジャパニーズグループ、ジャパニーズグループ、I'm NGT48、新潟、My name is 新潟、早川ごえ、分かってもらえたかな、キュート、分かってもらえたか、ベリーベリーキュート、Me too。知ってる単語で言ってた。私は可愛い。私は。あ、JKT フォトと知っていますかって。ああ。丸なあのバツになってる。こういう時英語喋れたらなって思うやん。わかる。ここでペラペラ返したらめっちゃかっこいいな。確かに。ペラりたかった。ペラりたかった。喋れなそう。ねえ。ペラりたかった。ねペラりたかった。ペラりられなかった。僕のことまだずっと、はい、綺麗に食べた。どうしようもないことってあるよね。どうしようもないことよ、さよなら。こんなすごいね、今全員ここだけしかできない。わかる。そうです。ハートしたのはどうしてだろう。今ユナコのモノマネもできる。あのさ、外苑のオープンテラス、外苑のオープン、なんで横取りしたの。ごめん、そうやってみ、外苑のちょっと見せたいね、最初。え、でもこれが楽しい。外苑の、あー、はいはいはい、外苑のオープンテラス、さやがわざと下にやってくれて、外苑のオープンテラス、ありがとう、二人とも、ありがとう、ありがとう、私を際立たせてくれて、外苑のオープンテラス。でもこれやるとめっちゃ嫌がる。どんな感じで嫌がる？ユナは癖ないように歌ったのにそういうのやめて。ガチやん。ガチで嫌がる。え、癖、待って、でもめっちゃユナコだったよね、あれ。うん、なんかユナコ感めっちゃ出してて、ユナコユナコ。可愛いね。毎日いじってた。それは嫌だわ。毎日はやばい。おはようユナコ。外苑の。あー、最悪。最悪だ、一緒にいたくない。よく有名なやってられんな。ゆなこはカイリのこと一生歌ってたから、ハッとしたのは、それはね、1時間に1回歌ってた。どうしてだろう。私も30分に1回やってた。夢はカイリちゃん、カイリちゃん、ハッとしたのはどうしてだろう。おあとは遥か村かな。あ、せな、なんだっけ、ママ、花を、そこもそうだ、ハケマコラ、なんて言ったの、もっと好き、あ、あ、そこ結構あれ、ハケタの花を、結構マニアックじゃない。そこでしょ、ハケマコラ、やっぱ一番有名なそこだね。してもらあたドゥン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 、え、クラクラいるやん、ちゃんとだ、クラクラですか、クラクラです、よろしくお願いします。かわいい。あ、そうなんですよ、クラクラっぽくしなよ、ちゃんと。はい、よろしくお願いします。クラクラのイメージこれなんだ、さやにとって。炭治郎、おい、はい、ねずこねずこねずこネズコ、ネズコ、誰もできないよ。わかんないよ。思い出す、頑張って無理。思い出せない、声を。聞こえすぎて。ネズコ伸びたみたいな。おい伸びた、おい伸びた、野球しようぜ、ね、おい伸びた、野球しようぜ。ゆめさん、あれだ、なんか今日めっちゃ似てるなって思ったんだよ、うん、あれ、逃走中の、うん、ハンター、違う、じゃない、あ、ナレーション、そう、ナレーション、うん、あの、オッケー、あ、そう、逃走中のナレーションのものまで、逃げ道を失った大声張るか、それさ、見つかった、違う違う、見つかった、セリフさ、もののけ姫、
なんだろう、としたなんだっけジャイアンって言われてる。その先はえ、似てるって言われてる。行き止まりだ。無理だ。行き止まりだ。佐藤帰り、未来はない。それなんか喋り方が似てる。やってみて。そこにあったのはそこにいたのはハンターだった。ダメだ、声が高い人はやっちゃいけない。声が低いの出ない。アイナにやってもらえ。アイナうまいわ。そこにあったのは逃げ込んだ道に、あ、違う逃げ込んだ先に道はない。道はない。めちゃうまい。ない逃げ込んだ先、むずいな。逃げ込んだが違いすぎる。誰逃げ込んだ。そこ難しくない。ここのあの音のあれが難しい。逃げ込んだ先に道は諦めて絶対できない。ない。違う違う違う。ない。あ、待って待って、枯らさなきゃいけないんだよ。待って、ダメだ、いけなくなっちゃった。いけなくなっちゃった。道はない。ダメだダメだ、できない。いや、これ無理だよ。道はない。もっと高いナレーションで真似したい。なんかどうしたらいいんだ。むずいな。いや、できるようになりたいね。それ配信中見れるの？どうやって、何を見てんの？どうやって、うん、違う、LINE、ちょっと、うん、ちょっと緊急来まして、おめでとうございます。確かに、優しさのみさんも結構声特徴的な、みんなで。でもね、うちね、スティッチのモノマネがめっちゃ得意なの。はい、そんなの全員できる。え、やばい、負けた。やるよ。はい、うん、誰から。じゃあ、自信ある。うん、から最後。最後、いや、2番目に。え、ほんと？今さんが一番がいいよ。ガッ、え、違う、絶対自信ある、一番。まあ、じゃあ、まあ、いいか、待って、私かい。誰でもできるからね。うん、マジ誰でもできる。誰でもできる。スティッチ。え、絶対一の方がうまい。絶対一の方が。ミラ。スティッチ。スティッチ。スティッチ、ユナ大好き。嬉しい。いくよ。スティッチ。いやー、うますぎてやば。待って、どうやってやば。似てないんだろうって思ったけど。めっちゃ似てないんだけど。似てないかった。似てなさすぎる。できないって言ったじゃん。できないのはできてないよ。ったけど長い。びっくりしたよね。想像以上にできなかった。めったくさやな。ありがとう。お前はさ、ありがとう。めっちゃ嬉しかった今。ひとちゅう。大ひとちゅう。ひとちゅう。リロちょっとだから。何を？何を？スティッチ夢大好き。ひとちゅう夢大好き。ありがとう。ひとつ夢大好き。嬉しい。ねえ、本物に言われてるから。多分本物。ひとつ夢大好き。クイだわ。お疲れ様です。お疲れ様です。ひとつ。ひとつ。ねえ、こっちの方ができる。にゃんちゅうだ、にゃーん。すごい、すごい。これ、ステッチと同じ原理だと思うんだけど。待って、夢が言いたい。にゃん。どう？にゃんちゅうだ、にゃーん。にゃんちゅうだ、にゃーん。あ、これでも全員できそう。夢センスなかった。どうやってやるの？にゃんちゅーのにゃーん。すごい、すごい、ユキがさ、これしか知らない。すごい。これがにゃんちゅーって喋るっけ。にゃんちゅーのにゃーん。すごい、拳聞かせて。お餅ありがとうございます。にゃんちゅー、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 そんなんすって。そう、そんなんす、にゃんす、そんな感じじゃない、これ。そうなんす。違うってポケモン、ポケモンの声わかんない。ピカチュウしか、ピカチュウしかわかんない声。そうなんす、多分違う。そうなんす。お、そう、あ、ダメだ、そうなんす。待って、レナの方にセンスあるわ。そうってかわかんない。そうなんす。そうなんす。そうなんす。木のやつ、木のやつ。いや、あの水色の、水色のなんか雫みたいな。そう、雫みたいな。よかったよね。そうなんす、うまかった夢。本当に。分かって。そうなんす。うまい、うまい、うまい。嘘でしょ。極めなよ。嘘ですよ。ちょっと練習してみようかな。うん、そうなんすの、あの、絶対練習してきたし。向いてる。向いてる。あ、今日のために練習した。これ台本あるからね。
実はここで今何ページ何秒で紙なの7とかだよ。あ、待って、あのモノマネ抜かしちゃった。で忘れて。やばい、そうだよね、今ずっと思ったんだけど。で、昨日あんだけ打ち合わせしたのに。はい。ということで、小島よしおさんのモノマネ。もう上手いですよ。ドゥン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 。ウェーイ。はい。あ、それあ、それあ、それ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 。そんなのドンキで。やばい、地獄やりきるんだそんなの関係ない。はい、おハッピーという感じで、誰が一番うまかったですか？やばい、2023これで始まるのやばい。2023これ2017ぐらいじゃない2012でしょ。2012か。あ、でもそうだよね。え、そんな前君、小学生小学生だった気がする。確かにやばいね。レニアがうまいです。だって、あ、ありがとう。絶対レニアブームだからでしょ。似てたらしい。私が一番やった。あ、パワーパワーパワーレナ甘そう。なんでだよ。レナ取っとこう。小島さんさんからのパワーやばい。いくよ、パワーパワーテンション違うんだけど、やる気ある？これ何ページ目？今529。飛ばしすぎる。あー、飛ばし見てられるからみんな。その間に3、400ぐらいあるけど、あと何があるんだろう。何でもあるよ、こんなレベルでいいなら。ちょっと喉痛くなってきた。絶対にゃんちゅうでしょ。そうなのよ、絶対にゃんちゅう。にゃんちゅう。似てたよ、にゃんちゅうだ。にゃんずっとガラガラ。やっぱりねえにゃだわ。にゃんちゅうだ、にゃーん。ほらな、待って、にゃんちゅうに見えてきた。え、にゃんちゅうに見えてきた。なんかいけんちゃんちゅうっぽい。 NGT のにゃんちゅういけんちゃん。2023いけそう。NGT のステッチ、ステッチ、NGT のニャンチュー、NGT のソーナンス。マジ似てたと思う。NGT のソーナンス。新しい。ソーナンスこと。ソーナンス。ソーナンスこと。ソーガ、ソーガンス。レニアこと。チェンジレイの10秒。いけるわ、これ。うますぎる。無理なんだけど。いけちゃった。ああ、俺おもろいな。うん、喉痛いわ。お前、うまそうだな。お前、うまそうだな。それなんだっけ、なんだっけ、なんだよ。まじぶお前、うまそうだって何のせいだっけ。あれ、本である。なんか絵本であるよね。お前、うまそうだなって絵本ないっけ。あ、なんか知ってる気がする、うん、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ちょっと忘れた。え、国語の教科書とかになかった？待って、あ、あ、あった、あった、教科書にあった。国語の教科書で覚えてるワード話そう。クラムボンは笑ったよ。少し話が逸れていませんか？え、ああ、この天気なんとかならないかな。誰もピンときてね。全部わかんない。え、クラムボンわかんないの？え、ちょっとクラムボン、クラムボンだっけ。クラムボンは笑ってみたいな。え、わかんない。え、長野と茨城と。わからん。違うんじゃね。スイミーはまあ。スイミーじゃない。わかるよね。スイミーわかるけど。スイミーわかる。覚えてない。わかる。名前、セリフ覚えてない。あ、モンスターズインクのブーだった。ブー。マイクワンズオースキン。それさ、モンスターズインク出てくるナメクジみたいな人だよね。うん、おばちゃん。ブーだよ。メガネ剥げてる人。うん、人じゃない。マッカの好き。へっ、はい、何の真似。ゆめちゃん、ゴンキツネ、ゴンキツネ。いや、ゴンキツネ泣いてたわ、毎日。毎日泣いてわかる。
ゴンキツネでさ、最後の授業でさ、ゴンキツネの絵描かされた。え、難かった質問。あとさ、何だっけ、白馬、馬とホースと、あ、スーホと、スーホと馬、スーホ姫、教室まで覚えてる。教室の情景、2年生だったあれ。2年生で、なんか、うん、どこの席だった。え、どこの席。廊下側の2列目の3番目ぐらい、うん、あ、なんか、なんか田中くんの隣だった。あーね、田中くんね、あ、あの田中くんね、田中くんと隣だったんだけど、なんか、うん、なんでめっちゃこんなに覚えてるかってさ、うん、なんか本当になんかくだらないんだけど、うん、なんかスーホと馬どっちが主人公だと思いますかみたいなで、うん、席立たされて、うん、なんかもう、え、それ全部読み終わった後に、うん、よか3回目ぐらいの授業で、そうかと思って、だからスーちゃんもみんなでめっちゃ言い合って、うん、スーホうまっすごかった。え、すごい主張激しいんだね、意外と強調性あるんだね、すごいね。あ、福岡、あ、福岡の女だった、そういえば。そうだった、ね、それ公開してんだ、うん、え、福岡の女ってやばくない、普通に可愛すぎじゃない。ありがとう、そりゃ可愛いわ、そりゃ可愛い、言われたらめっちゃ福岡美人、うん、福岡美人、肌はホワイトだし、肌ホワイト、スーホみたい、スーホみたい、スーホって人の方だよね。あ、じゃあ白い馬、ま、白い馬だわ、馬の方、馬の方ね、懐かしい、あの授業怖かったな、あったね、話し合う時間、授業で、うん、道徳とかめっちゃ机場にして道徳やって、うん、やった、なんか班になって、そうそうそう、班ごとになんか、うん、班は分かる、懐かしいね、発言する人だった道徳、え、当てられない、あ、わー、分かる、分かる、全員に当てられる、7月5日だから、あー、12番みたいな、足してとか足す人いるよね、引け引けって思ってた、引けって刺されちゃって、あれだ、あ、私みたいな、段落読みが嫌だった、長すぎて、あー、わかる、でドボン読みってやった、何それ、なんか一箇所でも噛んだら最初から言い直さなきゃいけないの、うん、どうそれ地獄だよね、え、そんなのさ、人によってさ読むの下手な人とかいるかわいそうじゃない、かわいそう、でてくさ思うんだけどさ、なんかその読むのって意味なくない、わかる、だから入ってこないよね、読んでた時、そう、うん、みんなの前でさ、でかい声でさ読む必要ないよね、必要ない、うん、る、先生が読んでくれる、そう、先生が読めばいいよね、確かに、うちすごい嫌だった、上映じゃなかったけどなんかさ、普通に黙読の方が入ってこない、うん、なんか頭に、うん、読んでると何も入ってこない、入ってこない、口で出してなんか間違いなく自分読んでる時は全部入ってきてないんで、うん、そう、うん、そう、意味ないと思います、何のためなんだろう、ね、みんなの前で喋るっていう恥ずかしめを覚えるため恥ずかしめを覚えるため、大人い時にね、うん、そう、かわいそう、とか私たち慣れるためか、今なんていろんな人の前で発言してるよ、ね、そうですよ、今ね、ここでほんとそう、すごい話やね、ほんとにそう、疲れたね、見られてた、胃がムカムカする、え、普通に正月食べ過ぎた、わかる、お腹空いた、でも今わかる、クリスマスからずっと食べてるんだよね、うん、わかる、胃袋バカ、ケーキいっぱい食べてるの、わかる、え、ケーキめっちゃ食べる、あの日だってさ、あ、だってクリスマスのパーティーの時2個ケーキあったじゃんでさ、え、その後食べたのケーキ、いや、リリース、そう、リリースでさ、ケーキいただいて、あれも食べたし、結構食べてるね、ケーキに限らずだよね、もう確かに、チキンとかとにかく食べてる、ポテトとかめっちゃ食べたわ、でもその分めっちゃ動いてたよね、年末とかだってリハとかも、確かにね、でも三が日はずっともう引きこもって食べてた、うん、めっちゃ寝てたんだけど、うち最高だね、確かに行動的な、え、寝てない、寝てた、全然、うん、なんか昼夜逆転してた、あ、うん、起き上がれなかったベッドから、うん、夢ずっと人ってか日のうちに、あー、そっか、一生といたんだ、そう、仲良しやな、だから昨日初めて、うん、2023年家に帰った、えー、
マジか。今まではゆなこと過ごしてたの？うん、実家に帰ってた。あー、そっかそっか。それか、親が来てた。うん、わかるわかる。焼きそば食べてないから大丈夫。そうだよね。もうあの後焼きそば食べたくなってカップ焼きそば買ったんだよね。夢が食べたかった。うん、まだ食べてない。まだ食べてない。ありがとう。今日焼きそば食べに行こう。焼きそばってどこで食べれるの？白山神社。いいよ、白山神社。やばい。でもね、持ち帰りなんだよな。ね、焼きそばってお店でないね。うん、わかる。居酒屋さんとか。居酒屋さんに。お好み焼き屋さんとかかな。でも祭りの焼きそばが一番うまいんだよな。美味しい焼きそば食べたかった。美味しかった？やばい話やで、それもう気まずくなるからやめとき。気まず、気まず。じゃあいいね。2023の出来事か。それはもう1年引き。またいで、またいで。またいで。年越しで。またぐ前食べたのは。食べたのまたぐ前。またぐ前。じゃあ2022を置いていきましょう。それはもう。開けてはいない。年末年末。一番最後。でも。確か俺10分前だったよ。うわ、キリア。ゆめが来たのはね、食べ終わったのは確か何時だっけ。何時だっけ。気まずいわ。気まずいな。気まずい。誰もありがとうございます。だってねえ、そのさ、うん、今からさ、うん、すごいこと言っていい？二人は知ってるんだけど、うん、今日新春公演があったじゃないですか、うん、今日を来れる権利があるのって、うん、誰だと思いますか？当たった人。当たった人。福袋を開けて当たりが入ってた人。当たりが入ってた人じゃないですか、うん、まあ300本しか入ってないじゃないですか、うん、なんとそのうちの1本そがべきに届きまして。わー、夢ママー、マジですごい。なんとうちのママ今日来てました。やばー、手振りました。やばない。藤崎家の分多分ソガベキに回ってきた。あ、耳当たんなかったって。ごめん、多分入れてあげて。メンバーでもさ、ってことはメンバー体験ではないってことじゃん。まあね、うん、耳が外れてってことは俺外れたのってことね。特権じゃないの、普通に応援してくれててちゃんと当たってるから、うんうんうん、みんなと同じ平等です。ちゃんと課金してるから。しかも3タイプ買ってるから。あ、もうそれはそれはそれはもうあった。あって顔やばい、顔やばい、顔やばい。待って、写したい。あれ、待って、めっちゃもちもちなんだけど、はい、レニアドハンド。怖っ。え、5万、え、3、え、いくらだっけ。3万あったよね。3万、ん、5000、1万、1万5000。あー、やばいね。でもサマーバッグもね。え、そう、サマーバッグも見つかって、まあ、そうだね、買ってくれてる人いっぱいいるからこんなびっくりしちゃいけないよね。確かに。ま、みんなママ、ママに負けてらんないよ。ママに負けてらんないよ。私のママ絶対買わない。ゆめが買ってって言った。うん、かわいい。欲しかったから。でもさ、メンバーもらえずにさ、そうやって買ってるってさ、確かに偉いよね。リアルだね。売り上げリアルだね。リアルやマジで。見習うわそれは。そう、全然来ないかと思ってたんだけどさ、めっちゃ一生懸命新幹線で来た。ね、かわいいんだけど。しかもなんか止まっちゃったらしくて、新幹線。ね、そうだよね。めっちゃなんかどうしよう泣き泣きみたいなライン来てた。わかんない。わかんないんだ。頑張ってきたんだって。ママ。しかもさ、実は、うん、そう、座ってて客席に、まあ、どこにいるか、どこにいたか伏せるけど、うん、なんか。普通にママいて、うん、隣に私のファンの方がいて、お、一緒に白白振ってんの。あー、ほ気まずかった。で、隣の人、ファンの人嬉しかったじゃない。でも推しかぶりだみたいな。確かに、確かに。気づいたかなっていうか、どうだろう。確かに、分かんないけど。いや、気づかなそうじゃない。気づかないよね、でも。なんか、でもさ、夢のママさ、コンサートの時もさ、なんか夢推しに話しかけられたみたいな。つぐ推し。あ、つぐ推しか。つぐ推しに。あれ推しなんですかみたいな。そう、誰か。私、都合しなんですけど、ツイッター教えてもらえませんか。やばい、やばい、
とやってなくてすごいもう夢のままですよそれ話すごい夢のままやばいよメンバーのままだよそれやばすぎ、ね、馴染んでる夢も確かに馴染んでんのよ隠れている可能性がありますそうでもみんなちょっとメンバー特権使っちゃったみんなにちょっと夢のままそこにいるからよろしくってそれはもちろん使ってしますよご購入いただいてるんですよ、ね、お客様ですよねお客様ですよねお客様は神様ですお客様私のままだったら絶対気づかれるだってレニアの顔だもんマジえ見たいレニアにレニアの顔してる見たいわすっぴん特にママへぇ、レニアにレニアの顔マジで、うん、分かる最近分かってきた清めありがとう明けおめ清め明けおめ今朝やとさ、うん、めっちゃ真面目な曲で、うん、真面目な曲2曲あったんだけどどっちもさやと締めだったんだけどどっちも曲中に、うん、ねマジでそっち笑ったんだけどめっちゃ真顔でめっちゃ本当にみたいなめっちゃ真顔でこの振りをこうしてってもガチでその真面目なやつのフリーだけやだから1曲目の時さマジでさ笑っちゃった笑っていかないよあそこ笑っていた頃だよどこどこえ違うラストミアでしょここここえぇそれあそこ笑っていけないじゃんまたちょそれでやったねえこれなんかむずいってむずいってめっちゃ本当にさやって最後顔が変なんなっちゃったのそれで向き合っちゃうの待て見せ待て見せる趣味なんだけどちょっと待って見せたい絶対に見せたい絶対に見せたい待てこっち、ここでやってあ、オッケーオッケーどうだどうだっけあ、この前だで、こうやってやる、こうやってやるそう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 、そううちの新面ね、ちなみにこれ私の場合こっちにさえやるそうそう、こっちにさえやねここいくよあー、うちにやってきてめっちゃ孫そう、向けてあ、相談相談リバルとかでやってたんじゃないこれをやってきてめっちゃ待って顔見えないめっちゃ、うん、ね顔こっちにも欲しい最悪これをやってきてえさや笑ったえもううちねあのねなんか笑っちゃいけないじゃんだからこいつなんかこうなっちゃってめっちゃわかりやすいもうなんか鼻が膨らんじゃって私もう一回その顔見たいやめてせーのトン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 なるなるめっちゃわかる顔になっちゃったガチでやばかったあれねえ今さ本当にやばかった MV でからやってるからそう MV でからやってるってんのでも今日のそういうこと、ね、今日が一番すごくていいなそれのやりたい違う MV の時は MV の時は顔はついてこなかったのまだ指だけだったから耐えられたの全然あやってるなみたいな感じだったんですけど今日に関してはなんか顔までなんか顔してきた、いいなぁ、いいなぁ、それやられたお客さんいるとさ、そう決めちゃうのよえ、すごかったなんかあのこれが癖づいてたのもうやめられない忘れられない、いや本当にやめてガチで笑うからやめしかもめっちゃさ、なんかやってくれるよ真剣な感じだ力は絶対表情いいままでわかるわかる、絶対共演でめっちゃやばかったやんな力今日ちょっとにやけちゃったもんそこでだからごめん正直に言うとにやけた際は見てちょっとえにやけてたよねってでもねちょっと楽しいよねマジでやばかった真顔だからふざけてないんだよそうそうそうでも笑ってたらそうだけど笑ってんだなんか夢がやってるからなんかマジで面白くて何してんのって笑わないマジ真顔だった最悪だったんだけど、ね、今日やるのがやりたい側それやられるよやろえ、でもさ、今日もそういうポイントあったよねま、あの、みどもりでさほんとだみどもりのラスタギでねカホ、ユメ、うん、レイナって端っこ一列、横一列で一番端だったの神手カメラのそう神手カメラでね、うん、回ってポーズあるじゃん、アウトロじゃらちゃちゃんあ、はい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 ところを、うん、みんなでウサギポーズして、うん、真顔でなんか撮ってほしいってあピンクのクッションじゃないこれダウンすいません邪魔ですいません通り道ないありがとうございますお疲れ様です
のところで、うさぎの耳をして、じゃこれ髪切る、カメラ目線したの3人の端の3人、まずこっち髪切るね、タラタタ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 、ねえ可愛いんだけど、タラタタ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 タ聞いてたのかな、私たちの。わかる、あの、ね、絶対聞いてると思う。合わせてくれるのは今この瞬間にめっちゃフォローされてる。え、なんで？え、うちらがえおもろいから。いや、今日めっちゃフォローされてる。いいの？え、いいの？いいの？夢は？あと最近ハマってるのは、うん、あの、まあ、今日披露したかは分かんないけど、うん、なんかまあ思想でしないキスとかあるじゃないですか、はい、うん、まあ、今日やったかわかんないけど、やったかわかんない、そう、なんか最後ラスト旅でなんかすごいにこやかに、そう、なんか、喜びを表現しながら笑顔でフリーをするところがある。しかもみんな向き合って、こういうの、そうそうそう、みんなこう向き合ってて、なんかちょい感じで、なんかもう一律多いよな、顔で表現するみたいなところがあって、それさえ私めなんだけど、最近ハマってるのはねーガチでそれやってくるからは、待って、こっちにもやって、はい、なんかそこの感じ、どうすればいい、どうすればいいのか分からずにこれやってくんの、神手の人、うん、しもしもか、見えないわ、じゃあ中身でもやってくれるから、うちやってるよ、でも今日もやってるの、そう、でもしかもこうやってたまたま初めてやろうって思った日にさやが分からずにってめっちゃ同時にやってきて、ひみがこうやってやってたら、そう、やば、シンクロしてる、シンクロした、合わさったの、そう、やばシンクロしてね、リハだよね、今日のリハで、あ、今日やったかわかんないけ ど、まだだって周年公演のリハかも、そう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 、うちそろそろやめようかな、あ、マジ、え、マジ、やめるつらい、いや、私はもともと30分くらいでやめようと思ってた、あ、え、30分経ったの今、とね、みんないなくなっちゃうの、今やっててもいいよ、45分ぐらい経ってる、あら結構経った、もう1時間だって、やば、わかる、もう1時間経ってた、じゃあそろそろ終わりにしましょうね、私は、みんなはどうする、みんないないの、あっちにも誰もいない、確かに、みんな帰っちゃった、確かに、じゃあやった方がいいね、スタッフさんいいんじゃない、スクショタイムしとこう、そうね、そうね、今日鼻つけたんだ、鼻、うん、鼻かわいい、うさちゃん炭治郎です、うさちゃん炭治郎変幻自在、見て、え、すごい、それやりたいね、なもん、今度一緒にやって一緒に回収して帰ろう、やろう、てかさ、あの、一緒にやって、一緒にバンダイピョンピョンしよう、あ、いいよ、バンダイ来てくれろ、いや絶対やろう、絶対やろう、可愛すぎる、スティッチみたい、スティッチみたい、確かに、うん、スティッチ、スティッチ、レイ君だよー、レイ君だよー、マジでやばい、面白すぎ、よっしゃじゃあランキング読む、ピョン、じゃあランキング読むのよ、もう今日全部ピョン、ピョン、あ、そうだね、なんとかピョンね、オッケー、じゃあ、えじまにむ、うん、オッケー、じゃあ13位、ぬっくんピョン、シューバーピョン、クレッピョン、ありがとうございます、ありがとうございます、12位、もりもりピョン、ショータピョン、ムラチピョン、ありがとうございます、11位、エフケンピョン、天使のわきまえピョン、赤毛団長ピョン、ありがとうございます、10位ヒーコピョン、ヒンジピョン、マツくんピョン、ありがとうございます、9位ヒロシパッパピョン、カラポヨピョン、キヨピョン、ありがとうございます、8位リーピョン、ナベタシピョン、マサピョン、ありがとうございます、7位ハルポンピョン、マコチャピョン、マツワピョン、ありがとうございます、ありがとうございます、6位イノチンピョン、カイヤトピョン、アキヒロピョン、ありがとうございます、5位タケメグピョン、キムピョン、星のことアイピョン、ありがとうございます、4位いつかの少年ピョン、マキアタピョン、大和田まさしピョン、ありがとうございます、3位リックンピョン、テチピョン、ミッチピョン、ありがとうございます、2位赤シャチピョン、タメヒロピョン、タカノンピョン、ありがとうございます、
1位しゅうちゃんぴょん、あせきぴょん、ゆきぴょん、ありがぴょんございます、ありぴょん、ありぴょん、ありぴょんございます、ぴょん、ありぴょんございます、ぴょん、おやぴょん、おつぴょんです、おつぴょんでした、ぴょん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 。